勝利おめでとうございます。まずは今日の90分、勝利で終えました。どんなふうに振り返られますか？いやもう本当に、この気候の中で本当にこれは、うちのチームに限らず本当に福岡さんも我々も本当にタフに戦ったゲームで、クオリティっていう部分での、見せ場というのはそんなに少なかったかもしれないですけども、我々が最後笑って終えたことは非常に嬉しく思います。監督が試合前におっしゃっていた先制点を取って、そこからコントロールしたいともおっしゃってましたけれども、その点においてのこの90分というのはどうだったでしょうか？先制点は非常に良かったと思います。ただコントロールという部分ではやはり本当に難しいコンディションの中だったので、そこの質をやはり上げていかなくてはいけないという部分はハーフタイムに話をしました。ただ得点の部分はオウンゴールとはなりましたけれども、長谷川選手のゴールとも言っても過言ではないでしょうか？長谷川のゴールです。僕はそう思ってます。そしてそのシーンですけれども、今日スタメンだった、島田選手からのボールでした。その前にこう長倉選手も絡んでという、今日スタメンに起用した選手たちもしっかりと応えてくれた形となりましたけれども、このあたりはいかがでしょうか？そうですね、それぞれの良さというものがしっかり出せましたし、難しい苦しい状況をやはりこの力で少しでもやはり時間を作ったり、そういう変化をしっかりこう与えることができたんじゃないかなというふうに思っています。今日は長倉選手加入後2試合目となりましたけれども、スタメン起用されてやはりこう期待を込めてという部分もあったと思います。パフォーマンスの部分はどう映りましたか？いや非常に良かったと思います。ただ彼のパフォーマンスを引き出しているのはやはり周りの選手の力でもありますし、彼だけというわけではなく、やっぱり彼の良さが出たのは周りの力でもあるというふうに思っています。この勝利、3試合ぶりの勝利となりました。今後に向けて、どこに少なくなっていく中、どんな勝利としていきたいですか？そうですね、ここまでの福岡さんは本当に非常に素晴らしい戦いをして、いい勢いをこう持って今日を迎えていたと思いますので、少しでも我々がこの次からその勢いを少し、いただいて、しっかりと次の試合でもやはり勝てるように、前進していきたいと思っています。はい、ありがとうございました。